マックスさんこんばんはです。シオンさんこんばんはです。ペルトノさん改めてこんばんはですと。TJPGTJTW さん。あ、ホビーさんですか？こんばんはでございます。ユーさんこんばんはです。ノジさんオープニングスタートと。あと2000ドル。2000ドルだから7機種8機種貯められたらワンチャンみたいな。一気に最後ラスト追いついてきたから。完全に今日リアクやらかしてんだよな。りょうさんこんばんはです。サンドラさんこんばんはです。よしんさん、レッツゴーと。イエス。これなぁ、100回転できてくれればなぁ。こいつだけ心残り、今日の。マジで当たんねえ。皆さん、スクリーンショットのね。ポピン、それダメだよ。それポピンは良くない。ビックリマーク、ビックリマークフォーラム、ビックリマーク、キャンペーンでね、ナイトボットのコメントで出ますので、付き合ってみたかっただけと。すごいな、このレッツゴーってめっちゃ虹色。よそこ入ってくんないと困るわ。神谷プスさん、フォローありがとうございます。よろさんこんばんはです。こんばんは、いつもお疲れ様ですと。タナピ、え？なんて読めばいいのこれ。あ、いや、タナッピさん。タナピッツァ？シアンさん、先日の配信で、カジシク登録して、ちょうど今プレイしてますと。お。パイザーさんね。タナ、パイザーさん。タナさん。タナさんで行こう。コメントいただきありがとうございます。昔はやつだった車に乗って地元の有名だったので。ああ、そういうことっすか。よろしくお願いします。今日ボーナスハント配信してまして。どこにあったっけ。1万ドルが当たりますよキャンペーン。と、フォーラムの方でね。777ドル着地の場合の777ドルを山分けのね、企画も同時にやってますね。このナイトボットさんのところから行ってもらえればありがたいっす。ルージャック。ない。いつもこっそり見てますと。きたきたこんばんはっす。眠気どっか行きましたと。おたまさん、眠気はね、大丈夫なんですよ。あと、スタバをゲットしたからね。スターバックスコーヒー。グリーンバックだからマジ消えちゃうやつ。すげえ超リアル透過されてる。俺映ってんもんね。すげえ、こういう感じなんだ。全身緑の T シャツ着たら首だけになるってこと？今考えたらそれはありだな。
ボナハンって傷も参加できないでしたっけと、シーナさん。カジノフロンティア経由、ブロックジョーカー経由とかでしたらね、ご参加できますよ。スターバックス買収、それはやばい。外資系買収はやばい。ちくさんさん、こんばんはです。連日お疲れ様でございます。来ていただきあざます。今日のね、ストリーミングがない、昼間のストリーミングがマジでひどかったよ。愚痴しか出なかった。本当に。充電もバッチリだしね。ナイス、フリースピン。ナイス。やっと引けたよ。こいつ引けたから、あとなんだ。引けてない心残りのやつって言ったら、TNT。これも出ねえ気がするんだけど、昨日ゴミだったからな。そうなんです、参加します。ぜひぜひ。ユージ・ディアラさん、こんばんはです。なるよ、プリクラだ、これが首だったら断ると。いやいや、ちょっと、緑の T シャツ買ってくる、そしたら。テンプル、テンプル。3.2 ドルベッド。昼間カラオケしながらブラさんの愚痴聞いてましたが、いや、本当にごめんなさい。愚痴しかなかったっすね。でも3ドルでいっちゃえ。いや、だってさ、あの展開みんなが、ああいうこと言うよ。23機種目意外と溜まったね、それでも。目標30機種とすれば。トレーダーさんこんばんはです。最近毎日ボナハンです。いや、そうなんですよ。もう、ありったけやってやろう、スタイルで。まあね、明日とか明後日とかはね、もう、さすがにボナハンきついよ、みたいな感じだから、元にまた戻そうかなと思って。さすがにボーナスバイしたいよ、みたいな。緑のズラも買ってきてください。緑のズラ、ウィッグってこと？で、逆にあの、絵の具で緑塗ったらいいんじゃないのかな。低配当が出るたびにちょっと緑塗ってく？最終的にブラックジョーが画面から消えるみたいな。激アツの週ですね。ですです。おしるこさん、こんばんはでございます。あれ？で、文句言わない人人間いないって、でもでも切るわって。もうあれは本当にひどかったからね。特にリアクションやばかったね。そういえば銀髪って緑色よく染まりそうですね、と。うん。なんでも色入るよ、多分。緑だからね、あとね、ちょっと決まってるから、紫シャンプー今日、また風呂入ってしようかな。この辺はやっぱね、すぐ黄ばむんよ。あと雨に濡れるとすぐ黄ばむ。酸性雨なのかな。今23？目標まで7機種。レイブ含めると、あれだからあと8機種。でも今日のラインナップなんか心細いんだよね。気のせいかな。一応いつもみたいに溜まってればいるのにさ、なんか心細いんよな、今日。なんでだろう。昨日これ速攻入ったのにな。全面消すとか結構無理じゃない？レモンソーさん、こんばんはでございます。例えば、お邪魔、あと、アウスレイズさん、こんばんはです。姫って結局入れなかった。うん。姫入らなかった。うおお。ダメや。昨日のデッドアライブ、やばかった。あの、ウォンテッドね。あれ、やばかったよ。もう、デッドアライブ、ほんと。3000何倍みたいな。ハローカジノグラン残権だったね、完全に。
相馬さん、こんばんはです。YouTube でやらないんですか？ YouTube はね、企画系じゃないときはね、同説してやってますね。マナティーさん、お邪魔します。今日は前回よりも神回期待してますと。いや、頑張らなきゃいけないじゃん。でもね、意外とギガトゥーンがね、いいんだよ。あれはね、ギガトゥーンさ、まだ残ってるから、左側に、でかいの、でかいの、でかいのなんて来たらもう悶絶。期待していい。でも、ばらけたら終わる。一瞬でわかる。すげえダイナマイトが重要だな、これ。の。ツイッチも規約厳しいです。ツイッチの警告とか一度も俺来たことないっすね。ないな。たまにね、前だっけ？かなり前？なんか YouTube の音楽流しながら配信してたら、そこだけミュートしますみたいな警告が来た。猫さんこんばんはです。猫さんイケメンだからね。猫さんイケメンだから。猫さんイケメンだから。ずるい。やっぱり、言うが厳しいんですね。と、YouTube はね、まあ結構人数がいるってところだと思うんですよね。やっぱ見る人の人数が多いか。コミュニティガイドラインも。昔やりたいけど、の、もし。昔やったら一回割的に怖くてできないんです。正直どうですかと。まあね、ボラリティがね、やっぱ上下あるわけじゃないですか。おっとおっとおっと。の。でも逆に言うとさ、もう100円が100万になったりとかも含めるから。まあでもね、スロットだけで一生勝ちます。これは無理ですね。猫さんイケメン。まさんこんばんはです。そんなことないですからって、パーカーがいいんです。じゃ。またまたペルトノさん、行ってやってくださいよ、ほんとに。ずるい。チミモーリョーさん、こんばんみーと、こんばんはつー。カバさん、こんばんはです。この100で来なかったらちょっと引退。これ。元パチプロとしては機械量を重視してますと。それを重視するとね、全く勝てなくなるな。それを重視しちゃうと絶対負けるってなる。右目ながらパーク回も入る。そう、ペルトナさんがそういうことよ。ね。全然これ入らないんだ。大丈夫。そう。デッドウッド行こうかな。今日も神、どう？ダイナマイト次第だけど、右側何もないんだよな。あ、ダイナマイトは横一列消すんだ。テンプルと一緒にマジ入らん。昨日よく入ったね、これ。見てなかったもん、入ったとき。パーカー覚えなきゃ似合わんよな、と。です。俺、よく上まで上がるパーカー、全身目が多分似合うよ。ここですか。いや、ぬこさんまた謙虚にそんな言っちゃって、みたいな。ひどいなぁ。まあ、残り1600ドル。ノール見行こうか。
おみさん、こんばんはでございます。TNT。マジで出ないんですけど、どうしたらいいっていう TNT でございます。ボンドセットの特徴が重くないはず、クソボーイけどと。めちゃめちゃ入らないんだけど、これ俺のせい。じゃあ。トシボさん、こんばんはです。頭かぶるとこのジッパーついてるやつあるじゃないですか。あれ、頭かぶるまでジッパー。あー、ここのもう上まで行くやつ ?TNT めっちゃ好きと。レイブスだと、今日もね。レイブで音楽で盛り上げていきましょう。ふうすけさん、こんばんはです。マジで当たらないんだけど。ドリルいない。ドリラーがいない。まあ、23回転でやめる。200回転なしはやばいでしょ。TNT みんな好きなんだな。これは?うわぁ。あ、キャンペーンありがとうございます。今日チェリッポのギャンブル7連続成功でした。すごいそれは。なんかちげえ。おっと?こういうのいいんじゃないの?違う?うん。はあ、お、ナイス!今のいいじゃん。ドリル一直線とか強すぎん。通常入るときって135リルにドリルできてくるしか、135ね。135。ここね。これダメってことね。あはは今、でかすぎワルトなんだけど。ハニーラッシュで500円で440円するって、今適当な第一条減らします。ハニーラッシュゲットできたんすか?俺無理だった。ワイルドラインで50倍。あんな一直線初めて見たよ。ジョジョさんこんばんはです。ちょっともうちょっとやっていいかな。残高回復したからもう行くわ、もうちょい。今日ハニーラッシュ止められてないんだよな。1、4、2、5、2、4。2、イレワイルド来たら確定。1、4。あ、そういうことか。撃破していくからってことか。2、5。ああ、そういうことね。はいはいはい。ダブル取りじゃなきゃいけないってこと?ダブルドリブル。昨日のハニーラッシュ笑いました。いやいや、今日のハニーラッシュの方がやばかったよ。もっとお笑いよ。入らなかったからね。偶数に来た時の方が効率よく削れる癖に入った試しはない。奇数絡みね。の2箇所。基本ダブル移住。が来ていますねと。あの一直線がフリスピー中に丸ついてたら大変なことになると。あ、そうか。単純に。これがダメなんでしょ。もう一箇所来てくんなきゃってことでしょ。掘ってかなきゃいけないんだよね、このラインを。そんなことできる?昨日の6000倍何に出したんでしょうか。あの、ウォンテッドだっけ?なんて名前だっけ?ここで来なきゃいけないでしょ。バイナンシュがひまわりって無理ゲーです。それは無理よ。間違いなく無理。そういえばなんで今日は YouTube の方でやってないんですと。いや、企画系は全部あれですよ。企画系は全部 Twitch ですね。プレゼント企画とか絡んでるやつは。YouTube は普通に配信時って感じで分けてますね。ですです。さっき100倍積もりましたと。ウォンテッド、デッド、オア、ワイルドか。100倍積もりましたと。俺も100倍でいいんだよな。今日全部の機種100倍以上でいいんだよ。こけちゃいけない気がする、今日は。パーカーと思い出したけど、ゲリラで抽選やってたんですね。参加したかったと。そうなんですよ。すごい早くの段階から来ていただいた方には抽選をこれでね、9名の方かな。9分の5で当たるという。なので常にブラックジョークは要チェックでお願いします。カンスト確定なのかな ?5 枚で。昨日3枚出たっすよ。やっぱダメ?ティーネティーどう?
もうちょっとやったら行く？これ。やめとこうか。機種数欲しいしね。うん、9分の5よ。これもゴミなんだよな。かける50とかなり激アツ。あ、50来た！うん、来た。コイルオブキャッシュで勝負してみますと。倍率よるので確定はしないですよと。あ、確定じゃないんだ。やっぱ倍率なのね。9分の5外したら泣くと。まあまあ、いろいろやってきますんでね。サンドルステーク。じゃ今のうちにスタバちょっと飲んじゃっていい？スタバタイム。今日おしゃれよ。ボスカフェじゃない。スタバよ。あのパーカー生地の厚さマジでちょうど良くていいです。いやいやね、あれいいっすよね。カジノグランズパーカーっすか？ノーリミパーカーも最強よ。自宅にスタバ買うよ。いやいや、今日スタバをね、購入してきたんです、さっき。ノーリミハメ容器です。スタバは何飲んでるんですかと。キャラメルマキアート。アイス、トール。でございます。いくらだっけ ?400 いくら ?500 円台お釣り来ました、みたいな。ボスカフェも悪くないぞと。ボスカフェは最強だからね。もう、ボスカフェは最強よ。あれに勝てるやついない。天ぷらタンパルも消える気しないんだよな。キャラメルマキアといいっすよね。無難。当分コールといえば、なぜグランデにしなかったのですかと。グランデだとね、飽きちゃうんだよね。氷も溶けてくるし。ボスカフェだったらね、まあまあだけど。朝決めると通るいいね。高島の近くにスタバあるからたまに買うわと。無難よね。無難よね。みんな。これ無難よね。だからリラックスがダメなんじゃないか疑惑あるのは気のせい。冬でも何でも抹茶フラペチーノチョコチップもりもり一択。抹茶クリームフラペチーノもたまーに飲むっす。スタバいいな。近所のスタバは車で片道1時間。それ、マジ？どう？はい。俺はスタバラテのグランデ何も入れないのが好きだ。甘いラテは苦手と。無理でカジュファイがあったので、初やったけど早すぎて資金減るの。いや、減るよ。マジで減るよ、あれ。おまけにさ、4回転マジ突破できないから。フルスピー入っても。すごいよ、4回転の厚みが半端ない。テンプルタンプル早く入ったのになぁ。全然消えん。それ以外飲んだことなさすぎてと。ワイルド来ないと無理だよ。夢の1万5千倍。これ1万5千倍？マックス？来たらヤバタニエンじゃん。なんだかんだ機種数ちょっと心残りがあるけど、あと最低でも5は欲しい。す。だから100回転に1回入ってってほしいんだよ。ラッシュかけてほしい。ああ、ムンプリ100。ムンプ100、この間何倍だったっけあれ。4ドルベッドです。4ドルベッドで3000ドル出たことは一度あるんだよな。全消した。マルチ100の時に全消したらもう一撃じゃない？いっぱい消してくれ。全然消えないけど、いいの？こんな機種作って。
なんかムカついてくるな。動画見たけど70くらいって3200とかだったかなと。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。プレゴや出るわけないの。迷信だよね。プレゴの感想でしょ。だいぶ減るぞ、これ。全く出る気しないよ。あと50だけいくわ。こんなことつまずいてる暇ねえ。確かにワイルドフレームが一番先っぽいですね。7000倍でしょ？どういう状況だよみたいな。もう全部ワイルドじゃねえみたいな。でもマルチさ、7までつくとか書いてあったよね。7以上もあんのかな。でも7箇所もさ、ワイルドそんなとこ同じとこ来ねえだろうね。絶対あれ嘘で。100よりノーマルの方が好きと。まあ、ノーマルが一番なんだかんだ無難よね。これ、あ、本当にこれ行くな。プレゴで感想動画出したらそれだけでチャンネル登録1000人ぐらい増えそう。間違いない。誰もできたことがない。この台本当に大丈夫？かける7赤7対応ですねと。赤7がまず必須。確率に必須だろうな。どう？これ行かなきゃいけないやつじゃない？もしかしての。コイン !3、1、500あったよ。いや、いらないんだが、普通に全部消してフリースピンの俺欲しかったんだか、むしろ。トムの2000もやばいと。いやー、絶対2000はね、どういう状況でも多分俺無理だと思うよ、あれ。全面雲プラストム絡み。なんどこにワイルド出しとるん？そうじゃねえと。あれ、コインじゃなかったらさっきの全消しだったよね、ワンちゃん。って俺思うの違うかな。同じ絵柄でライン作ってた気がするんだ。そしたら消えるでしょ。上もないとこれきついよな。ワイルド。ワイルド。また !500 とか止まんないかね。消えるシンボルなら確定フリースピン。だよね。あれ、確定だった気がすんね。ライン作ってたよな。なんか意外となんか消えるようになってきたな。もう50いこう。さすがにステーク、サンドロステークあたりをいっぱい貯めなきゃダメよ。クイックスピンで量産する、しようかな。のー、真ん中なーい。イラつくね、これ、この機種。
毎回転さ、いくら3、420円毎回転持ってかれてるの、マジで無理だな。うん、豚さん行く？クイックスピン。安牌走っとく。消えないもんな、これ。どうした？もう50回転やってみようかなってなったら消えなくなるんだよね。重いっすよね。今日リラックス全部重い。ほんと重い。それはリラックスできませんよ。いやまさにそれよ。でも本当にリラックスできない。はあ、ずーっとワイルド来なきゃ無理じゃない。貯めれずに700ぐらい消えるのはいたたたたなんだけど、普通に。諦めるかだ。これも怖いな。もうリラックスだしな。でもビースト打ってこなきゃカジノグランド怒られそうだな。カジノグランズ台があるのはリラックスなのに、だもいやもう本当よ。もうカジノグランズ、俺、カジノグランズに貢献してるよ。リラックスにも。昨日見たく速攻入ってほしいわ。とりあえず100回転。できれば4スケまで行ってほしい。この台、通常見ただけダメっすか、これ。はい、どうぞ。はい。もうワンチャンス。はい、いってらっしゃい。もう一回いけるね。はい、いってらっしゃい。まだいける。いけ！いけ！まだいける。いけ！バカたれ！いけ！ああ、もういけ、まだいける。いけ！あーい。まあ、終わった。もう何人もこっちやめたい。ビーストゴミだわ。ビーストゴミだった。もうやめる。もうやめる。これでいい。あれね、新規の図柄が1個ないとね、終わっちゃうんよ。ああいう風に。もうやめ、あれビーストだ。あれがビーストです、皆さん。通常でああいう風に出しましょう、みたいな。新規の絵柄がなくなるまで、ずっと続く。永久期間みたいに。めっちゃ好きなんですけど、怖い。怖いんで、ああやって逃げるんですよ。猫さん。あ、なるほど。そういうこと、そういうことなんですよ。永久期間になっちゃうじゃないと。俺見て、見させてくれ。ゴスケ来い。大事故起きろ。ピンピンピン。エンスが配当出してくれなくなる。じゃあと。いや、でもあれはしゃあないよ。だってあの状態で来ないんだもん、フリスピー。いけないよ、それが。
カモン。カモン。くっそ、ムカつく。そこ入れよ。ミドル6万ドエで頭狂うわと。ゴースケ欲しいね。意外と3通常どうです。あれが一応軽いと思う使命があるので。3通常いけるの？これ軽いってみんな言ってたんよ。3スケぐらいなら簡単に来るよみたいな。もう昨日は入らなかったんだけどさ。4スケはよく来ますが、5スケは見たことない。あ、4スケも来るん？軽い、重い。重いのこれ。いけそう。じゃあ狭い。はい。はいはい、カモン、カモン、カモン。サンスケは軽い。ゴグレム水上も軽い。軽くて夢があるのはこっちっつってたよ、でも。あとデッドウッドよ。スーパーボーナスもう一回引こう。縦にも来るのね。ああ、一列一スキャッターではないのね。3スキャかい、それなら18スキャ。18スキャとかやばいよ、ね。もうカンスト確定演出にしてほしい、それは。ゴミの水上3スキャ昇格で5000倍。すごっ。今5000倍来たらマジ大チャンスだよね。ニドルステークだもん。マジスーパーボーナスを台無しにした瞬間俺超萎えたからな。これチャンスじゃない。マルチャルよ。安っ。チャンス。バカだれ。チャンス。なに？あれ以上ないチャンス。軽くね、軽くないじゃんみたいな言い訳し。はい。おい。絶妙な煽り。二度で回して一度で減らして3回転後取ったから嬉しい。はぁ。ステーク下げると速攻来るときあるよね。なんかプレイ後ってさ、10ドル回したけど確かね、残高足りなくてなんか10とか減ってくじゃん。あの5、4って。その10から5に落ちた瞬間入りやがったときあるから。これでやめだよと思ったときにさ、うざっと思ったもん。倍違うんだけど、10と5じゃ。なになに。ノーリミに移動しました。リラックスはゴミです、あれは。ゴミって言ったらだいぶ怒られそうだからやめとこう。ねえ、わかるよね。なんかこれでピン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 って。開始40分一機種。それが、もう、俺ですよ。もう俺もマジムカつくけどね。早く来いよ、みんな。うん。とっととカモンよ。じゃあ今度からどの台もスタート20ドルベッドぐらいから徐々に下げていけば勝てる。そういう問題じゃない。うん、カモン。おいおい。大丈夫か？おっと。あ、いる。はい。じゃ、なんでだよ、もう。もう、誰か軽いって言ったの。嘘他人だ、それは。100回転で何回降りくん？
ほんとなんでだよだよね。マルチプライヤー上げる必要ないんだよ。スキャッターよこせって。スキャッターよこせって言ってんじゃん。マルチを上げるゲームじゃないんだよ。もう100行こうや。これマジムカつくから。もう100だけ。嘘するわけじゃないけど、ただその人の運が異常、いや俺の運がゴミなんだね、今。でも確かにゴミだ。今日本当にダメなんだよな。2列目言われるだったら常に消えんじゃねこれ。まあ待とう。でもこんなもんかなった気がする。もう俺の引き弱え。じゃあ俺の引きだよ。スキャッターは落ちてくるけどな。大体スキャッターこの辺で見るからこっちにいないんじゃない。おっ、あ、嘘。きつくね。来い来いよ、あおれ。じゃあその台だけ配信用に5スキャのみに設定なってるのではと。当たるときは5のみ。じゃあダメじゃん。3でも、あ、3来ればもう確定か。4号っていくのか。そういうことっすね。うざいよね、これもう本当に。カツンばっかうぜいんだよね、これ。スキャッター?お!チャンス!チャンス!はい!はい!人を怒らせる天才や。これこっちに欲しい。もうここ消しても意味ないんだ。いやーよ、ほんとに。笑えた黒みたい。いや、もうほんとにこういうゲームなんじゃないかと思うよ。なにこれ。3スケから2万倍の経験あります。20名ベッドでしたからね。いやー、夢ある。クソ煽りやがってと。もう一個だったら出てこなくていい。
うん、クソオリオロ。ダメだな。ファイアインザホールはもうこれ、スタメンから外す。信用できない、こいつ。スタメンから外すことが決定いたしました。集団行動しない。スーパーボーナス引きたいな。二軍落ち。三、まあ、三軍だよね、本当に。うん、来なかった。梅ちゃんさん、こんばんはでございます。ニドルステーク。250、これでもうダメ。逃げる。もう、クイックスピン行こう。もうダメ。心が折れる。スーパーボーナス来たらテンション上がる。ああ。期待しちゃうな、一回引いたことがあるから。この間通常時に。速攻来てくればいいんだけどさ、だからこれフリスピー来たところでさ、すごい出ますではないじゃん。紙紙紙とか来たらやばいけど。ナイス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 。本当に20回転で来た。本当に20回転来たぜ。あざす。ちょっとこれ安牌っていい？マコシさん、こんばんは。大ピンチ。あれテンション上がったけど、まだ結果見てないから楽しみにしてると。そうしますないですと。ちょっと、いい、浮気して。クイックスピンという、残高維持の方に走っていいですか？えらい。ナイスと。ちょっとね、やっぱ、そんな、ね、無理しない方がいいじゃん。うん。この辺、無難じゃないですか。謎の予知能力。ちょっと頼むわ。そういうの教えてほしい。あれ言って、これ言ってって全部指示通りにやってみる。逆に今度指示通りにやってみようかな、みんなの。5000ドルくらい入れて全部1ドルベッドで指示通りに全部行動する。5000ドルでも50機種貯められればいけなさそうだな、1ドルステークじゃん。いや、何時間かかるのって話になるしな。何これ見えないんだけど。2.5。まあ、2.5 でいいか。100回転なら当たるよね。デッドウッド。デッドウッド昨日書いたっけ？りょうさんあ、キャンペーンありがとうございます、りょうさん。りょうさんデッドウッド欲しい。デッドウッド、ありがとう。ありがとうございます。24。ありがとうございます。ちょっとバカラやってみっか。タコス全長。いやいや、もうバカラマジでやだ、あれ。勝手に2枚引かれてさ、はい、お前負けーって言われるゲームでしょ。もうやだよ、あれ。つまんない、あれ。ブラックジャックのはいいよ。あのゲームマジ納得いってない。ランドカジノでね、トランプに触れるんだったら、マラシも。かけました。勝手にめくられます。はい、お前負け、みたいな。金よこせ、みたいな。あ、よくない。カツアゲあれ。これ100回転で当たんなかった時どうする？俺、豚さん行こうと思ってる。ハイベット豚さん。
バカラ、マジで数時間かけて少しだけ効率、お、なんかめっちゃ来るじゃん。こいつ効率しちゃうけど。安っ。うん、作業芸か。三通の顔がね、ちらつくんだよな、いつも。バカラやると。おーっと、え？今から貸しのシークで新規登録で新規の予想キャンペーンも、あ、間に合いますよ、全然。OK でございます。キャンペーンのとこからね、行っていただければ。ここから行っていただければ。フォーラムのところから。ここに書いてあります。ここから、こちらから登録いただければって感じですね。参加できます。煽りないんだな。お、これはカモーン。うん、来た。豚さん行こう。豚さんは、こっちも一応クリスマス。ん？クリスマス？クリスマス？あれだね。プレイカジノドット JP になっちゃったね。豚さんいなかった？今。クイックスピン。豚さん。ビッグバットウルフがいないなんてことはないよね。さすがスピニオンすると。10万ドルは平均90秒安定して稼ぐみたいなやつ、ブレブさんなら、いやーでもなー、資金効率考えちゃうとやりたくなくなっちゃうんだよ。リスク怖いみたい。あ、ビッグバットウルフいるじゃん。これ強いよね。あのハンマーのやつ。フリスピ引けるかわかんないけど。クマさんも結構軽い？あ、スピニオンズは昨日メモった気がする。いるわ。スピニオンズ昨日5ドルでやってやがる。とにかく機種数を貯めてこう作戦。こういうの大事だから。25台。スピンを残高、その減らすに入れたんじゃないと。スピンをね、いつも残高減らさないよな、全然。2.5 ぐらいでいいでしょ。100ドル出れば OK みたいな機種。静かすぎてムカつくわ。ちょっとスタバ全部飲み切っちゃう。氷溶けちゃう。カモーン。何も音しねえ。ちょっとハエみたいな音がする。蜂じゃなくて。ブンブンブン。もしずかが急にビッグイン来ると心臓にチリリリリリ。
クリップさん、こんばんはでございます。ちょちょれちょ。サビの小豚に蜂を刺さったっけ？俺もないと思う。それないと思う。俺も。ここにワイルドスターもいるから。これ、コラボレーションでしょ、どうせ。ここで大群モード準備してる。連鎖しねえし、つまんねえし。これ100回転以上回す気ないな。何か。BTG 行こうかな。その蜂、ハニーラッシュから来てる。ハニーラッシュからも来てる。あ、そういうことね。じゃあ、豚さん、タイグモードハニーラッシュのじゃん？かぶりすぎだな。あと消化10分はかかります。あ、もうちょい、もう10分以上かかると思うっす。全然。でででで。で私ね、ムカつくな、どうせ出ねえくせにって思っちゃう。あ、お風呂行ってきました。了解っす。次、BTG 行くわ。ビッグタイミングゲーミングス。社長めっちゃ金持ってそうなオーラ出てたもんな。持ってるんだろうな、買収されたしな、相棒に。ゴールデンキャッチとかどうすかと。ゴールデンキャッチとは、どこプロバイダーす？すげえ狼邪魔だと思ったけど、狼がスキャッターなんだもんな。うん、おー、ナイス。常に来るじゃねえか。BTG？ ゴールデンキャッチ？あー、魚のやつか。あれ、ボーナスバイじゃない？あの機種。ボーナスバイ機種はちょっとあんま行きたくないんね。でもね、確かに、ね、ロンドンのアイスで、社長さんが教えてくれたのこれなんだよね。信頼どうよ、みたいな。ここはあれでしょ。ここは、ちょっと待ってね。ミリオネアラッシュ新作だし、行ってみようよ。打ったことない。配信を見てたけど、キムさんたちの。よくわからん。船来てザブーンのやつ。BGG 戦艦来るやつ。ビッグバットウルフ、スペル欲しい。りょうさんいる？ここはりょうさん、ビッグバトルフは用意してないでしょ。うわ、来た！すごい、あざす。あざす。3、じゃ、これ2だな。3がなかったから2でいくわ。初見すぎて、ルールがわからん。どこまで行ってんの？何何それ？ワイルドそれ？何それ？何何？何？はい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 。あれ終わっちゃった。7ドル？あんなに消えたのに？アントニオさん、早打ちサポート。英語先打ちさすがすぎると。激重だい？これ激重なの？おい、300倍あるよ。あれ、終わるん？俺がラグいだけなのか、りょうさん完全に先読みしてるようだと。多分もう、今もう、あれ、ミリオネラッシュ入れてるよ、もう、多分。チャットのとこに。多分今ね、一般のこと答えてくんないと思う。もうチャットにもう入れてやるから。
リオさん多分何も答えないよ。多分今準備中だから。あれで昨日返したの全部残ってると。コメントするパワーまで残ってると。赤をワイルドとか強くないそれ。そこしか消えないの本当に。これで何ドル ?6 ドルあんだけワイルドあるのに大丈夫そうか。これをやっかいて普通にハマる100じゃまず入らん。マジ。それを入れてくんよ。任せろ。すげえびっくりしたわ。あんだけしてもダメなんね。じゃあ、どうやって出すん?みつさん、こんばんはです。あ、これ毎回違うん?ここ。これでマジ入ったらエグい。入れてやるぜ。この能力いっぱいあった方がいいな。何これマックスって何?ちょっと楽しいぞこれ寝台。5個で消えるんね。スタークラスでハマるあと視力検査ねえ。スタークラスターより通常見れるからいいんじゃん。ああ そこに来るんだもんな。あ、クリスタークラスターだっけ?どうです?クリスタークラスター?BTG? すげえ気になるのがこの50-50って何?何が50になる?これカジノグランドのフリッピ中2回最後まで行ったのあったわと。マジっすか?ここ?そんな入らないだったら配置ステーク無理だしな。とりあえず100回回す。寝台だし。へぇー。ハフティー、50-50はリアクで、いう破壊よりも悪質なギミック?マジ?破壊より?破壊ダメだからもうゴミじゃねえか本当に。なんかめっちゃ消えてそうに見えるけど早すぎてわからん。1500×2 そんなにいくんや。何ビーム、赤を縦ビームってことね。はあ、そんなのいちいち見てられねえから。そんな左側全部ほんときついわこれ。100回で逃げよ。すごい勢いで金減ってるな確か。マジ?いいじゃんこれ。何それ。え、全然いかないじゃん。何 ?13 ドルあれで。ミノモントベリーみたいな。
すげえ、お面白いだけ。俺ムカつくわ。なんかやべ、クソムカついてきた。本当に100回転では入れないくさいな、本当に。皆さんの言う通りだわ。赤ずきゅんでしょ。消えねえ。これ最終獲得の全部フリしてるから、通常よりも出ないし、マルチプレイヤーもないし、新機種の時はみんなプレイしたけど、今やってる人多分いない。もうゴミ台ってことじゃんそれ。よかった2度にしといて。これも撤退よ。35回転で。最後一発ハニーラッシュ頑張ってもらいに行こうかな。ハニーラッシュあり。サンドルステークぐらいでプレゴに戻ってみる。クリスタルクラスターって聞いたことあると思ったら、リラックスか。あ、リラックスか。あれだ、音だけいいやつだ。それダメでしょ。あれダメなやつだよ。音だけいいやつでしょ。いや、あれ出ますよ。いや出るんだけど出ないでしょ、重いけど。とちょっとアンケート、 TNT かテンプラータンプルかハニーラッシュ、どれか一個貯めようぜ。でもプレイ3000回で出てましたけど 75% の勝ち数 40% でした。うんこですと。花びらのやつですねと。音だけいいやつでしょ多分。俺の思ってるやつなら。でかいよ、何？めっちゃでか。あ、破壊ってそういうこと？半分消しますみたいな？ TNT？ TNT に1票。テンプラータンプラで TNT、ハニーラッシュ、どれか。全部？いや、それはね、貯めたいよ。それはもちろん全部貯めたい。あ、それは1個分扱いなのね。ってところでだけどさ。テンプラ、ハニー、ね、破壊より悪質、うん。テンプラタンプル、テンプラハニー、テンプラハニーか、テンプラハニーか、テンプラ。ん？いっぱい、なんか斜めに消えて嬉しい感じ。ハニーハニー、テンプルテンプル、50-50になってるじゃん、そこも。困るんだけど。TMT もほら、もうこれ全部入ってきちゃったよ、もう。全部50-50になってる。そこ空気読みすぎね。ちょっとどっちよ。ケジーさんこんばんはです。ハニーでと。ハニーが上回ったな。ちなみにフリスピシールの最大配当を1個した全消し。へぇー。テンプラ。いや、テンプラが落ちてきた、また。これフリスピ入れたことある人いるのかなと。ねえ。
天ぷらとハニーになっちゃってんだけどさ、そんな同時回しできないんだよね。次のコメント、天ぷら。じゃあ天ぷら行く。入ったら天ぷら、タンプラ入ったら、ハニー行こうか。そこまで段々あるみたいな。これとんでもねえ信頼をみんなに暴露しただけの回になっちゃったね。 BTG の悪いとこちょっと教えちゃったぐらいだ。2機種貯めれば、いやそれは間違いないね。頑張りますか。リラックスさんはどちらですか。またリラックス戻ってきた。あれでも当てたいよ。ちょっと今度配信でやってみようかな。バカみたいに回してみようかな。頼むぞ。購入機種ついてない BGM、 購入機種つけてるやつがなぜかフリスピ入ると。なんかでも最近いろんなプロバイダーボーナスバイできるようになってきてるんですよね。でワイルドないんだけどね。え、そこ入ってほしいよ。3万ほど回して入れなかったか、それから売ってめちゃめちゃ回してるやん。What? ムンプリ間違ってバイできるようになったら買います。ムンプリプレゴをバイしたら絶対買わない。うん、買わない。カジノシェイクでファイアホッパー来たら全部資金自信があると。プッシュ確かジョーカートループとかもなかったよね。洗い台がないのか、カジノシェイクって。ハックソンもそうだもんね。これは何？なあ。テンプルタンプル、このフリースピンとは、これボーナス賠償が早いんじゃね？みたいになっちゃうよね。いくら吸い込みいいの？逆に明日は時間あったらあれかな、通常配信で普通にボーナスバイか、さっきのラッシュをフリスピン引けるまで帰れま10やってみようかな。でも未来が見えるんだよね。どうせゴミ代だっつって終わるんだよね。どうせムンプリ100のボーナス倍60倍購入でトリニティ200倍購入、倍率20。あー、そういう分裂してくるやつマジ嫌い俺。分裂作戦ね。プッシュゲーミング方式。今日カジノシェイクでは片言の日本語で営業電話がありましたと。カジノシェイクとか電話来たことないな俺。電話来るの？あ、ショートメールは来るけど。メールと、あといつもの一般メールみたいな。ずっとワイルド来なきゃ無理だよ。これいいんじゃない？どうすか？これ確定じゃないっす？ラインあるっすよね？これが、今夜やめろ？よし、これいったよね。ナイス。いったね。じゃあハニーラッシュ行こうか。
あれでコインだったらマジでふざけ倒せモードに入るよね。もし、サトシカツ、羊のはずでして、ナイスと、よかった、責任感じた。ナイスと。いや、そうやって言ってくれるだけで、すげえ嬉しいっす。よかった、外した、と。水分はやってないっすね。水分は、結構時間かかりそうだからな。めちゃめちゃいいけど、よく勝たせてもらったけど、海くそすぎて、もう逆になんか意見要望あったら、ちょっと DM いただければ、そのまま俺送っときますよ。めちゃめちゃいいけど、こういう感じで意見来てますよ、みたいな。改善していこうよ。せっかくこれキャッシュバックとかあるんだったら。あ、テンプルタンプル、りょうさん準備してるでしょ、もう。すぐ来るでしょ。うわ、早い、早すぎる。俺言うの待ってたな、りょうさん、あざす。またまた、待ってた感じね。あざます、本当に。サンドル。行ったね。これも、あら。これ心細くない？この辺に。遠いやね、ガチャンコ。どう？くそ！くそ！くそ、これ外すの忘れてたし、おまけに。今日丸つける。つけたい。チャットの上はすごくいい方いますよ。最初の方は切れ散らかしたから今すごい頼りですと。もう30回転入っちゃえと。もう入ってほしい。そしたら今日もゴルチケ10ドルチャレンジできるのに。やっぱなから1万ドル分のボーナスなんてやってると今300だからなんでだろうな。もっといくと思ったのに。秋田尾さん、こんばんはです。今日飲んでた、昨日飲んでたやばかったっすよね。確かに。マルチなしダイヤモンド、マルチキ桜、どっちがいいですか？マルチなしダイヤモンド、マルチなしダイヤモンド、マルチキ桜。その後のガチャンコガチャンコシステムも含めると、マルチ付き桜でお願いします。そしたら最後、飛んでっかも。その後ガッチャンコがなかったらまあ終わりなんだけどね。動かなかったら昨日みたいなピタッみたいな。昨日だっけ？ピタッと止まりやがったよ。ハニーラッシュやっぱ打ってると眠くなってくんだよな。ガッチャンコの展開だと絶対マルチあるとか、そうですね。なかったらもう終わり。ピターは下の3回前、ないですかね、と。確か3回前だっけ？なんかピタッと止まったよね。おまけにマルチもなかったし。昨日よりも昼間のハニーラッシュ、昨日よりも昼間のハニーラッシュ。まあ、ひどかったよね。昼間はやばかったよ。これは、どう？ガッチャンコしないんだよね、2つ来ても。まず2つ行かなきゃ意味ない。ここで、真ん中。そうね、桜ね。お、これいったね。お、いいね。今のうちにちょっと。あー、端っこやめて。桜。この、こっちに欲しいな、この辺。ここ。違う。
ガチャンコ。はい。そう。行き止まりよ。危ねえ。なくない。はあ。はあ。やっぱ集団行動しなきゃ無理。ストレスマシーンだよ、これ。ハニーラッシュじゃない、ストレスラッシュに名前変えた方がいいよ、これ。ほんとに。ダイヤモンドちょっとでっかいの一発決めて、終わった。あ、確かに、ダイヤモンド、いけるいけるっつっていけなかったもんね。終わったみたいな。全面じゃなかったし。ストレスラッシュに名前変えよう。ね、離れたらダメよ、これ。三つの時はなんとかカバーできるけど、もう二つはカバーしきれんよ。なんだかんだ、でもここで27騎士まで来れたことがもうすごいよ。あと3つやん、壺同士ロープ、しわっとけよ、みたいな。ワンモア。今度18とかで止まるときさ、18、19。絶対いかんよ。この六角形も気に食わねえ。頼むよ、これもう全損とかやめてよ。カムコースにね、もう本当にこれちょっとなんか嫌なんだよな、これ。うん、六角形。あ、キャンペーンありがとうございます。今日は大の文句は絶えませんな。いやいや、ちょ、大の文句を言ってく回ですよ。ここ俺だったらこうするのにな、みたいな。まず六角形やめる。そこから逆にストレスラッシュって名前に変えた方がいいよ。そっちの方がワンチャン売れるかも。どっちかと言ったら辛い。甘くない。なんで8なのにダイヤモンドとかさ、花はわかるよ。シルバー、金銀銅もわかるよ。なんでダイヤなんだよ。8はやっぱり六角形。まあ、8ってなったら確かに六角形なんですよ。8の巣ってことですよね。六角形でも気に食わんすよ。だって、ワイルドスワンも四角じゃないですか。こいつだけなんで六角形みたいな。特殊にしてやがる。この辺ね。ここ無駄じゃないみたいな。側面全部無駄なんだよな、スロットの。側面がないスロット作ってほしいんだけど。こっちの配当はこっちに繋がってますよ、みたいな。こっちはこっちにも繋がってます。こっちはこっちにも繋がってます、みたいな。最強だよ、それ。最近プレゴやばすぎます。悪い意味でわかる。それはめちゃくちゃわかります。さかなさん、カジノグランツやコラボ機種出すことをお聞かせしてますと。いや、もう本当にちょっとカジノグランツに行って、リラックスさんに言うしかないよね。リラックスさんで作らしてよ。みたいな。選ぶ、3つ選ぶやつだったら1個よ、作らして。ね。1個で十分。みたいな。この100回転でどうかって感じで、あと残高で決めようか。とりあえずこれ100回勝負。はいやそんなメルカトルみたいなスロット台。いや、そうよ、そうよ。こっちの側面はこっちに対応してるんですよ。で、こっちの側面はこっちに対応してる。これ、いけるじゃん、六角形だったら。
それだったら6かけ使えるんじゃない？なんかジャムビンも端っこ行っても大丈夫だよ。こっちと繋がってれば OK だから。こことここにビンがいても大丈夫。強い。それジャムならマルチフェアめっちゃ上がりそう。いや上がっちゃうよ。もう永遠に永久期間できるかもしれない。真ん中に寄らない方がむしろいいかもしれない。あでも、ま、この盤面だったら真ん中かなり強いか。逃げ場ないもん。いや超ジーラースのボーナス倍になるのかなこれ。地球見ないして 3D スロット、あ、それも面白そう。でも、見るとこわけわかんないけど。立体で奥行きまで行っちゃうでしょ。ただただ見にくいだけ。どう？どうにもこうにも。ハニーラッシュって本当終わってんだな。いいよ。最悪、長寿合わせの倍するから、ちょっと中途半端だから、残高的に。ワンモア。ナイス。ひまわり消えるね。もう、ワンショット。これ、ほぼラストチャンスだぞ。そっち？あぶねえ。どう消える？近くな？近くな？近くな？おお、そう、近い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 ！ガチャンコ。の！よし！イエス！イエス！イエス！さあ！あぶねえ！ガチャンコ！あ、そうそうそう。やばい。パンジもういいんじゃない？近いよ。はい、ガッチャンコ。やば。いや、心細い。惜しい。まあ、いいもう、ワイルド。む、残念。残高回復した。まあ、44回でやめるもん。こういう、こんな奇襲はダメだよ。めっちゃ力入ったよね。一瞬じゃ見えねえしね。フラストレーション。ストックされてく。これは、やばい。皆さんの残高予想でも見に行こう、俺。ベルトノさんが新規でよろしかったんですね。あ、新規。あ、ジョジョさん、1万5千ドル以上でね、やってほしいんですよ。一応。名目上はすべて。訂正いただければありがたいっす。なので、ペルトノさんか、ジョジョさん。
あ、登録しなかったと。カラオケで壊してるのが今、荒れたわと。今のマジでさ、俺一人だったら発狂してるよ。みんながいるからまだぐっと我慢した。えらい。あ、なるほどです。修正しますと。ぜひぜひ。この辺がいいの。なぜさ、そんなに3気張ってくるときダメじゃん、いつも。3じゃなくていいんだよな。もう2だ、2でいいよ、もう。3で言ったこと見たことねえよ。これ最後何行くべき？長寿合わせのボーナスバイ？それとももうちょっとこいつ？電池屋さんこんばんです。調子はね、なんか途中のハマりが食らってるからかわかんないけど、フラストレーション半端ないよ。このストレス的な部分が半端ないっすわ。ここ桜消してなんちゃらっていう状況じゃダメだ。行っちゃおうかも。かけるわ、こいつに。お祈りモード。キャッシュバックは何気に311ドル突破していく。やっぱ300ドル付近なんだ結局。ワンモアナイス。どう、そこじゃない、絶対そこじゃなかった。もうね、慣れてきた。みんな。あ、1万ドルスタートでございます。慣れてきた。完全に慣れてきたわ。もう、怒りも感じない。平均フリスピーどれぐらいで入りますかと。いや、これね、もうこれは入らないよ、もう。入らないよ。フリスピー入ったら逆にきつきよ。フリスピーというか、もうマックス溜まるのに。今日一日かかってるようなもんだもんな。本当に。もう。みんなでストレスをためましょう、だい、これは。あと200ドル。吐く吐く吐く。よくハニーらしいボーナスさんと消化されてますよね、と。いやーね、結構他の海外の配信者の方もやってるじゃないですか。真似したら大事故で。いつも簡単に入るんすよ。簡単にではないけど、そこそこで入ってくれるっすよ。こいつももう二軍落ちです。ボナさんとやりすぎてもう一軍二軍がはっきりしてきた。ここ最近。あくびが止まんね。
ドッグハウスもそろそろ2軍でございますよ。早ければいいんですけどね。早く来ないときはマジでやれん。オーラが止まったよ。見たこれ。もう、絶対18、19で止まる。ワンモアは絶対ない。19と18はストッパーよ。工藤さんこんばんはです。ここさんこんばんはです。絵柄が多すぎんだよな。もうダイヤモンドだけにしようぜ。はい、ストッパー発生するよ。ほら、38ところでね、絶対2か1だ。前回、ほぼ入ってた。腐った。毎回転後輩といいじゃないか。全部ダイヤで。次回、ハニーラッシュ、二軍に落ちる。プロバイタル、ダイヤルソー。全部ダイヤモン。やばい！危ねえ、ストッパーじゃない。いいんじゃない？これいいよ！みんな！なんか変わったよ、こいつ、いきなり。あれでいきなり、一人でもできるもんなってる。今一人でもできるもん状態だから。いやー、そういうのやめて。うわー、もう大丈夫か、本当にいけるのか。おー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 おお、消す準備。いやー、一個とか大丈夫。おい、ハニーラッシュ、ハニーラッシュ、あざす、フォローあざす。で、おまけにね、199だからもうこれ、ボナハン終了だな、これで。アキさん、フォローありがとうございます。いった、ナイス。ハニーラッシュ。ああ、早い！りょうさんが早いしときた。ハニーラッシュ。あざっす。ちょっと待って。ちょっと待って、コメント流れるって。コピーできないって。では、レイブからスタートするよ。ちょっとお待ちを。おまけにさ、マルチ、結構ついてたよね。見てなかったわ、よく。そこ、そんなとこ見てなかったわ。レイブからスタートしよう。えいって。できるか、悪くない、悪くない。ってことで、とりあえずレイブからスタートするから、レイブ買っちゃうか、先。
締め切りの方させていただきます。マルチ2が3つ、ブリザードさんフォローありがとうございます。あれ俺押したよね、押してねえ、バグってる F5。 はい、あれ3じゃなかったっけ、後ろまで進まねえと。これレイブからスタートさせていただきます。残高的にね、皆さん予想とコメントのスクショをあざます。777ドル着地か1万5000ドルを目指せば OK ですね。これで OK、 クローズしてるよね。オッケー、参りましょう。よし、Here we go です。解放タイム12,050、頑張る。まずはまずの目標マンドル。演劇演劇、参りましょう。スプリットがいない。そういうのじゃないんだ今。XY です。安い。モッシュアップとか来なきゃダメだよな。XY です。下のワイルドマルチに乗ってね、意味がわからんと。ここね、スプリットで上をね、なんか、行ってかなきゃいけないらしいんだよ。これダメなんよ。エンリケ。爆撃隊だ。いや、スプリットなさすぎじゃね？あ！ワイルドワイルド。レインボーワイルド。全く意味ないレインボーワイルド。How much? 安い！安い、やっぱんな真ん中辺であれ行かなきゃ無理だな。安い安い安い。地味に出てる、地味に。遅え、何もかもが遅え。ね。うわ、これ隣だ、いないし、2356、これよしそんなん、そんなん、そんなんいく、おい、何から開けてく、安い、何から開けてくよ。ビッグバトルフとかクイックスピンから行こう。クイックスピン。クイックスピンから開けていこう。あの辺はチャリンチャリンチャリンだよね。びっくりするほど安かったよ。あ、シーシーさんこんばんはです。ブタさんから行こう。目指して一から、上から開けてったらもうゲロ出るよ、逆に。上全部かけたらもう終了のお知らせだからね。吐くよ、吐くよ。
な安ってなるよね、あれは。さすがに。ノーリミってよくわかんなくなってきてるね、ラインが。うん、まあ、この辺はね。豚さん、出るとき出ろよ、ね。できればね、100倍を守ってほしい。アベレージ全部100を守ってほしい。どっかの福松っていうの状況が好ましい。月。今は月が欲しいよな。木が欲しいんだけど、一番こっちなんだよ。俺これ永久期間か。お月。狼邪魔やな。ぺふえん。安い。いや、さすがに 2.5 だな。豚さんループあるからね。オールワイルド欲しいよ。危ないね。もう終わっちゃいそうだね。危ない。狼アゲイン。狼チャンス。狼。狼。狼。過剰してくれる意気遊んだけど残念な結果に。ダメだったっすか。え、なぜ。いや、月がいないんだよね。ギリギリ入った感がすごい。豚さんいる？あ、いない、飛んでっちゃった。月プラス2回転。まあいいよ、200ドル出ればいいよ。どこ草。プラニ、こいつなんとかワイルドにしてあげたいな。ワイルドになるよね。消えるね。それは消えるね。あ。月。はいはい。はいはい。はいはい。ワンモア。頼むよ、もう一回。続かねえ。ラスト一回転。お、ギリギリ。ギリギリ、でもマルチ2の時ってパタパタパタで終わらない？ビビビビ。ギリ100倍？確かに。おい！パタで終わるだろ。まあまあ271ね。この後続く ?271。なんか時間だけ引っ張ってこいつ出ねえからさ、マジクソムカつくわ。
まあ100倍アベレージで欲しいからね。スピンオンズも、スピンオンズ100倍出たことあったっけ、記憶にねえんだけど。まあ、とりあえず。今458ドル。こいつも100倍欲しい。そんなこと言わないであげて、と。100倍超えていればね、OK なのに。踊れ踊れ。お、いいよ、ライン作ってんじゃん。ここ欲しいです。横に伸びてけよ。ちゃう。ゴミ配当が待ってる、これ。これ知らない。ここどこ行く、これ。スピニオンズ行ったでしょ。デッドウッドか。デッドウッドでプラグマ行こうか。こうあたりゲット。紙紙紙ってきたらやばいよ、でも。ここで数千倍行く。まあ、そんなご都合展開。そういうのはでも昨日来たからね。ん？またフリーザ。まあ、スピニオンズだし、みたいな。スマッシュ入ったから、まあ確かに。ちょっと F5 で、あれ、今 F5 しちゃったけど大丈夫。反応遅いんだが。え？紙、紙、紙。早送りを消す。紙。かあ、やばい、これは。遅くなんねえ、マルチが強い。ゼロだな、これ。これはゼロだな。紙は来てんな、マルチも行ったのにさ、もう、ゴミだ。普通にゴミだ。やっぱハイボラああなるからやだよな、貯めても。ねえ。ゼロ。あれはゼロでいいでしょ、表記的に。一回全部開いちゃう。ふいっふいっふいっ。こんなもんとか？まだある。まだある。よし、ゴールドラッシュから行こう。ねえ、ノーリミット金かかってるのにゼロとかマジ半端ねえ。この間64回転ぐらいいったよ。おい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 、それは緊急事態じゃないの。スキャタ、スキャタ、やばい。そういうんじゃない、そういうんじゃない、スキャタ、スキャタ、キャッターだって。やばい、こいつ終わる気満々。
あぶねえ !4 回転復活。あぶねえ、こいつスキャッターゼロで行く気かもしれない。いいよいいよ、戻してか戻してか。カムバック。大丈夫大丈夫大丈夫。戻ってこい戻ってこい。もう戻ってこい戻ってこい。あぶねえ、戻ってこい。戻ってこい、そうそうそう、戻ってこい。ちゃんと戻ってこい。初期位置戻り出してる。戻れ戻れ戻れ。まあまあまあ、次のレベルね。んー、ちゃう。スキャッター、スキャッターやべ、またピンチピンチ。ここで50倍の下振れしちゃったでしょ。これ入れたっけ？スプラッシュ入れた気がするな。りょうさんにスプラッシュって言った気がするもんな。ちょっとどっかで200倍出しておかなきゃ。多くの漁師。レベル2から開始します。終わり。60倍の戦いですと。レベル2からってことはマルチ 2? おい。多くの漁師って、ビリーがいっぱいいるっつってんのにさ。おー、いっぱいいるけど、全部細いです、これ。多くの両親そう言ったらと。無理やり取った感すごくない？これ。まあ、100倍ナイス。ない、ない。そういうナイスじゃないんだよ。334。そういうやり方できたんだね。100倍。小魚だったけど、ノルマを達成。じゃ、メガウェイズ。これも貯めたいよね。メガウェイズ貯めてるわ。まあ、100倍だったらいいよ。とりあえずはね。イワシの群れだった、ほんとに。これ釣りたい。多くの漁師じゃなくて、多くの魚になったのかと。ベリー？ベリー、マジでいねえんだけど、ベリーが。ベリー、ここにいる。そんなとこからも出てくんの？それは嬉しいよ。そんな横から移動できんの？いいよ。1枚欲しかったな。やばい、追い込まれた。やばい。100倍の下振れた、下振れた、ちょっと下振れた。ドッグハウスも行っちゃおうか。いや、これ、鳩だな、こいつ。こっちから行こう。バンパイア。
なんか BD も微妙になってきてるね。どっちかというとさ、なんかトンヌみたいな存在。この間なんて釣る気なくて、小魚もいないの。こうやって抱きかかえてたもんね。こいつもな、LINE 次第。無理ー。これ無理。1個だけ。いっぱい欲しい。どこ？そこだけ。ここ重要。終わった。これ忖度激しすぎない？全段防衛してやがる、マジで。やばい、下振りしてる。おー、毎回回すが厳しい。でもね、あれ、一撃、マントル出したことあるんだよな。全部ぶっ壊せって思うんだが。ワイルドウエストゴールド。全部下振れとかやめてよ。せっかく貯めたんだよ、一日かけて。頼む。上乗せ。ワイルド止まれよ、せめて。これは。上乗せ来たら強かったー。まあまあ100倍。ヴァンパイアに十字が効かないことが分かりました。あれ上乗せしたらもうくっそ。ワイルドウェストゴールドはどこにある？ほぼ100倍。上乗せ効いたらな、このラインの。上乗せ来てたらやばかったよね。もう4回転は強いよね。4回転4波32、300ドル変わってくるよね。吐きそう。頼む、ケツから。おい、そういうのやってないって。おっと、ここ欲しい。展開次第、ここ。あー、ちげえ。お、ブル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 。ギリギリだった、まず。超下振れではないけどさ、なんか吐きそうだわ。激そう、吐きそうというより、激そうだよ。ビッグバスは入れてないんだっけ？ビガーバスだっけ？ビガーバス入ってたよね、あと。フットフェストも入ってた。もう100倍、安定の100倍。ちょっと100倍をキープして、ちょっとそろそろ、ここ200倍ぐらい欲しいね。
ちょっと上行っとこうかみたいな。あの、なんか危なさの展開？危ないくない、セーフ。あ、揃いの良くない。セーフ。いいよ、そういう感じで行って。頼む。頼む、頼む、頼む、頼む。ナイス、ナイス。釣っちゃって、釣っちゃって。はい、こういうでかい魚は興味ないんだな、ビリー。やばいよ、こういうの。心配。心配。あと2回転、心配。ビリは小物好きですか？もう頼むよ、ちょっとレベル2まで行けよ。このさ、めちゃめちゃ下振れはしないのにさ、ねえ、あとなんかある？ギガテンレガシーライツドッグハウス、ドッグハウス、ん？何これ？あ、ホットフェスタがあるわ。乾燥しねえかな。ホットフェスタの上何？20番目これ。これ？あ、クレオキャトラもあるじゃん。あれ、あれも熱いぞ。こいつ出ねえからな。こいつ出ねえからな。3。乾燥ない。これ100倍も出ないだろう。横へ。お、いいいいいいよ。ちょっと画面から離れとこう、いいな。欲しいっす。100倍いくか。どう？なんとも言えねえ。なあ、弱い。100倍。ホットフェスさんにしては頑張ったわ。ホットフェスさんにしては頑張った。クレオキャトラ、うん、ね、うまいにしては頑張ったよね。クレオキャトラ、これワンチャンドン、ぴったり。これ一瞬クレオキャトラかと思っちゃった。そうだったよね。ペースまずいですね。いやいやいや、今のところ低ステークのところで100倍キープしてるから問題ない。ハイステークのところで100倍をこけると大惨事になる。うん。頼むぞー。これ最初の1、2回転で勝負、本当に。頼む。ちょっと離れる。
ここだぞ、分かってんな。ちげえ。ちょっとリスピン。これ厳しい。やっぱボーナス倍の機種は厳しい。問題児来た。みんな。最後の3個で全部取り返すことあるからね。一発が欲しい。確かにそろそろこいつ、ここだろ。そしたら。プラグマ一回も出てないと全部100倍だぞ。ダメにゃんだよな、ほんとに。11回転。ちゃんと見よう。ノーコメントでちょっと行くわ。頼む。犬、レギュラー落ちです。完全に犬はレギュラー落ちよ。What? 首確定、首にしましょう。リラックス。テンプルタンプルって俺入れたっけ？こっちも入ってるし、こっちも入れたよね。こっちから行こうか。200倍ぐらい欲しい。タタさんお疲れ様です。野良犬だらけじゃねえか。首かくても犬小屋がいいの。確かに犬小屋はないんだもん。飼い主不在。2ヶ月ぐらいしたらレギュラー1でもない説。いや、本当に全部ハックソーとかになってそう。もう一撃必殺なんや、みたいな。ここから見るのね。全部ハックソーとかなったらやばいね。もう土地狂い出したからね。何ドル？フリスピン開始します。どうぞ開始してください。もう278ドルゲットしてる。強くない？あれ？ワイルド。ワイルド。ナイス。真ん中ワイルド。ナイス。ワイルド。ワイルド来いよ。ワイルド。あ、コイン。500。500いた。なんで151なんで。やば。489。これはいいのか？ 100 倍オーバーだ。テンプルタンプル。まあまあナイスでしょう。フリスピンゴミだったけどね。違
ちなみにそれだったよね。151段なの。順番おかしいだろうね。ノルマ達成。クイックし続ける。29ドルしかないや。真ん中。クイーン赤。赤星赤いるね。ジャック何入れたらいい。何入れたらいい。もうワイルドだらけ。エース。違う、エース。前期しろよ。クイーンね。ジャック、もったいね。いいよ。キング、いや、キング、もう、マルチじゃない、回転数が今欲しい。ジャック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 、ラスト、マルチじゃねえ。208。ちょっとひた208。気力がちょっと、もうなんかめっちゃ微妙。これで下の方は全部ハニーラッシュからスタートする。クリオキャトラやった、ワイルドベストやった。これあとは全部フリンゴーですかね。うん、この段階で全部プレゴーとか緊急事態じゃない。ハニーラッシュにかけるか。なんだ、トムから開けたいな。トムどうせ出ないでしょ。トムゴルチ系から行こう。ちょ、一旦全部開きます。あ、一番甘いか。ちょ、一回全部開くね。手先生、こんばんは。今日やれてますか？で、じゃあ、なんかね、ここプレゴーのエリアでこけたらもうまずい状態でございます。あと多分ね、12、3機種あって、こけちゃいけませんよ、ゾーンでございます。やべ、今開いちゃったかな。いやいや、うぜ。一回全部開いて、ここで終わるか。で、3、うん、トムさんから5。いってらっしゃい。5ポーターだからさ、どうなんだろう。もしかしたらプレゴンの10ドルステーク8台掛けになってる可能性も。いや、それだったらやばいよ。天ぷらは両方入ってます。ぜっと。あざます。5ポーター。不安。うわ、難しい！これは。厳しいやつ。ここだけ？ここ。確定？タコ！ナイス！タコ角だぜ！ナイスナイス。頼むぞ。トム。クトゥルフ・バタヘン。
次。よし今 !100 倍超えるという。ナイス、ここね。うわ、また行く!ナイス!まあ、ナイス !926。もう1ゲームいけたよね、ここに行ったら。ナイス、ナイス、危ねえ。死ぬとこだったぜ。これはできるトムだね。よかったトム。よかったトムだった。本当に。よきトムだったよ。ゴルチケというゴミ台やるか。とんでもない今日足を引っ張ったゴルチケさん。危ないよな。100倍以上今行ったよね。ちょっと上振れ入ったね。焦げちゃいけないから今日。どれも倒れちゃいけねえ。ねえ、200倍ぐらいだったら仕事しすぎだよ。こいつもちゃんと決めてくれよ。あ、100ドル転がってる。いってらっしゃい。消し方が悪意がある。おいおい、やめて。よし、危ねえ。頼む。ここ!156ドル。クソだいね。これもう2軍。もう2軍。こいつは2軍です。次どれ行く？あのステーク的にちょっと俺見たいのが、まあレプラコーンだな。あいつはちょっとよくわかんないから、出るの出ないの、まあ、はっきりしろよって台だから。レプラコーン俺持ってたよね、行ったよね。あいつはもう落ちました。レギュラーから、完全に。今3932ドル。キャッシュバックはした4200。まだ半、まあでもこっからが重要だよね。頼む、13回転。惜しい !7 は無理だよ。ここに入ったら最強なんだけどな。パンパーンって来ないかな。あの、ここ。ここ？ま、じゃあ入れ、とりあえず一回。はい！ちょっと目押し！目押し、ラストいけ。141。まあ、レプラコインしたら出た方なんじゃないの、わかんないよ、こんな。13回2回来ても一度も突破できなかった。あれさ、もうなんか回転数関係なくない？わなななななんて言ってるだけじゃない。テンション高いの向こうだけだよ。温度差がすごい。ピンタラさん、こんばんはでございます。惜しかったよね。もう目押しさせろみね。これワイルドがいいね。変なやつにしないで。頼む。キャッシュコンバット。あと何機種か今のうちに数えたか。9か10。やばくない？パーカー取りました。ありがとうございます。いえいえいえ。頼むぞ。
ワイルドがいいな。分かった、早く行け。赤消えちゃったからな。これワイルドじゃなくてもいいのか。何でくる。うわ、じゃあ全部赤。赤。最弱図柄無理でも、まあ100倍付近239キャッシュコンバットやすめ。弱いよね。ハニーラッシュ行こうか。時間かかってやつ。開けとこう。開けとこう、開けとこう。今日弱いね。危ねえ、消せよ。バラ消えるね。パンジーも消えしてくれるね。ダイヤ！あ！ああ！ゴールドも消えちゃうね。どうも消えちゃうね。ひまわりいらないよね。ひまわりなんとかして、よし。ダイヤも消えちゃうね。どう、ダイヤ、桜ゾーン怖い。それ危ねえ。バラゾーンも怖い。のーバラド、ゴールドいいよ。ゴールド、ゴールド行ったんじゃない。いや、ゴールド消すわ。シルバー、これ消せ。これ消したらダイヤ。あ、いや、なん全面おい、ピタッと割るなよ。まあ、ないっすか。1148。まあまあまあ、でも300倍オーバーはナイスでしょ。ここで来て一気にアップアップよ。ハウマッチ5460。ここからが問題なんですよね。ブック系とかマジでゴミなんだよね。ちょっとナイス話もしてるから、ほんとそれほんとそれなんよな。でもナイスといい方でしょ、といい方だよね。これもな、昨日ゴミだったから今日は頼む。走ってってほしい。これ900倍出たからな、配信中。20分、いやーちょっとさー、強い図から来るときってマジで終わる可能性あるんだよな、俺の中で。フルスクリーンだって5000倍でしょ。5、上乗せ頼む。またこいつ。強いから嫌なんだよな俺。こういうことしてくるの。目を疑うぜ。10倍。ねえ、やっぱさ、絵柄も重要かな。もう弱図柄でいいわ。
ね。一度も、だから一度もタタタタタン来なかったね、確かに。おいおい、上振れした分を全部なくしてくんじゃねえよって話ね。ルック系の強いからフルスクリーン見たことないですと。あのね、このライズオブマインとレガシーオブデッドはね、上乗せしてなんぼなんすよ。走ってかないと。頼む。弾。怖いよ。おい、今の行くパターンじゃん。ちょっと待て、怖え。だったらフルスクリーン来い。うぜえ、マジで。これ、レギュラー落ちしてもよくない ?135。50倍あのさ、昨日と違くね昨日は、ダンって来たじゃん。音的に。これ、おっさん、こいつはおっさんじゃなきゃダメだよ。絵柄で決まるから、今度は。おお、犬だか猫だかわかんないやつ。えまこさん、こぼうです。頼むぞ、フルスクリーンだったらこれ何倍に、1600倍ぐらいあるよね。いってらっしゃい。ちょうどいいやつ。フルスクリーン。上乗せ欲しいね。せめて4つ。フルスクリーンか4つ。てますか今日ですか今日だと今ボーナス担当中ならまだっす。あはー、レギュラー、こいつレギュラー残りどうするギャンブルとか確定とか166。でれれれれ。ねえ、今のはフルスクリーン来たと思ったよね。166?この辺で何？あ、リアク行っていい？リアク行っていい？リアク行っていい？テンションぶち上げたいですね、リアクで。あれ、フルスクリーンか上乗せだよね。何？鳥って。これ邪魔だなぁ、これ。うわ、弱図柄ばっか。やったね、これ。ピンクなくなっ。ここにいっぱいピンク、この辺にいっぱいピンク。こっち。頼む！おだちょっと待って、これ、ここやここちげえ、またもうちげえから、もうまたちげえ
ちげえ。じゃあタワーマンションが配信ですかと。いやいやいや。もう。なあ、もう。終わってるな、マジで。100% あんだけ時間かけて。リアクトゥーン。リアクトゥーン512。キッチンドラム達成100倍ってそういうことじゃないんだよね。こけてる分だけ減ってるってことでしょ。なぎらさんお得のおジプリで。なんかな、いつもピンクあんのにさ、ここって言ったら一個はずれの、なんか変な感じになる。100ドル転がってるのは強いね。せめて300が欲しかった。あんな3回転で回したのに、ほんとや、ほんと。最低4回転突破頼みます。お願いします。青ブルーを四角青。四角ずれても無理。え、てか。壊して。過去最低記録は6000ドルぐらいだったから、それは塗り替えたから危ない。過去最低6000ドルだった時って何だったの？ちょっとさ、もうって感じ。もう。ギガトゥーン大丈夫なのか、あいつ。もう不安でしかないよ、全部もう。ただのもう100倍いけよ。立て。まあ立て。ね、これはここまで行かなきゃ意味ないんで、こう言ったらもう事情がだいぶ変わるからね。もう一枚ナイス頼むぞ。一回転一立て以上欲しかったわ。走れ。いいよ。もう一枚もうナイス。よし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 。いけるぞ。いけるぞ。この立ち前勝てないでしょ。いやいや、昨日1万ドルスタートの1万5000ドル着地でございます。いいよ。走っててほしいね。ナイス。あと何枚？ 1,2,3,4,5。 5？ 刺さんね。頼む。ああ、もう一枚欲しかった。あと何枚？あと4枚。あと4枚。あと3枚。よし！あと2枚！やばい、これは！な、1枚！あと1枚！頼む！よし！やばいぞみんな！マルチさえ並べば、マルチ3つ並べば1万倍オーバーだよ。頼む！弱い。100いっぱいだから並ぶの。1箇所で90ドルか。100！ 違う。
並べてちゃんと。ワイルド図柄。お、ナイス。これは、まあ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 。いない。まあでもこいつにしては上出来だよ。行くだけのやつじゃなかったけどね、しょぼすぎじゃね。612。いや、まあでもナイスだね。危ねえ、ちょっとマジで息切れ。あと何が残ってる。ムンプリ、ギガトゥン、ムンプリとギガトゥンだけで行くの。まあ、この機種では上出来よね。うん。この機種ではね。これ4回転突破しなかった時も、ゲロ出る。頼む。こういうやり方もあるんですよ。楽しみ方すか。あ、100ドル転がってる。無理。この盤面は無理。次へ行きたい。緑。光れ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 。違う、そこじゃない。もう、緑。緑でダブルいけ。クソ、マジムカつく。マジで、もうこれではもうムンプリも外す。ムンプリも外す、もう。やだよ。クソ。フリスピンって何なんだよ、マジで。おい、マジマジ、ギガトゥンよ。もうギガトゥン開きたくねえ。ギガトゥン開きたくねえ。ギガトゥンだけ、ほんとに。本当にギガトゥーンだけじゃん。逆にさ、リアクで失った2000ドルとハニーラッシュの多分1000ドルって3000ドルじゃん。足引っ張んなかったら勝ってんだよな。何度も、うん、ギガトゥーンにかけよう、もうみんな。ちょ、これしかないんだ。行くぞ。場所次第、すべては。左側な。左側にでっかいのいっぱい。変なとこやるなよ。これ関係ない。左側にな。いいんじゃないのか。消えるのかよ、バカタレ。マジで、でかいの左。マジでそれは。目も当てられないぜ。あのでかいの全部消したもんな、ピンク。一番近い方で既存の方かな。まずチェック、これスクショか。でかい。ジャスのストレートの冒険、もう本当にあれはないでしょ。でかいの残ってたらさ、赤いたじゃん、めっちゃ。今日はストレスだわ。ジョジョさんに DM かな。どうする、キャッシュバックはして7700、2300ドル負け。ピンク消えなければ言ってたよね。今日ピンクやらかしてんな、みたいな。
こっからなんだよな。ちょっとぐらい戻させてくんないって言って事故起きるかどうかだからさ。今日のちょっと調子だけ見ていい？そしてスモーキングタイムやらして。今日の調子だけ見させてよ。バカラのちょっとさ、50パーかけさせて。ダメだったら やめる。テンションが追いつかない。一日かけてこれかよ。昨日5000ドルぐらい勝ち？今日2-2負け？頑張る。戦争のお時間ではない。まずね、決めるわ。ちょっと。50杯引けないようじゃ、今日もうダメよ。これバンカー、え、ちょっと伸びてくぞ。これみんなプレイヤーに貼れって言うけど、俺はこれバンカーだと思うんだよね。ちょっと、これで、様子見。これで、行く行かない決める。イエス、ほらみんな負けたぞ、ピーピーピーって。これ今日いけんじゃん。ここで次に今バンカー、あ、パレかわいい。うん、いける日。よく言った、よく言った。あらら、やめて。4ならまだいけるでしょ。5、6、7、8、9。あ、6引け、お前は。強くなった。じゃあ、ちょっと、いけるのかいけないのか。ちょっと待て。いけるいけない判断は、ちょっと待って、まだ早い。テーブル少なくね？こいつ勝てそう。あれ？やばい、間に合わない。席取られた俺の。何今の一瞬のフリーズ。確かに個性的。このテーブルの流れをまだ分かってない。Too many? ダブルはない。10カードダブルはない。トラブルメーカーは最高なけど大丈夫だからな。ナイス。途中プツプツ切れるんだよ。ナイス。10エース欲しい。エース！ 7！ 惜しい！これダイヤのエースだったらパーフェクトペイは100倍。1000ドル。インシュランスなんてしねえよ。次の次ぐらいはサイドベッド強く入りたい。うん、終わり。
ちょっとなんかプツプツ途切れるの俺やだくない？みんなも思わない？ナイス BJ と。8球欲しい。このさ、わかる？みんな。この、この、これ、わかる？みんな。ギリギリ勝った感が強いな。まあまあまあ。全負けでやめようか。なんかシークレット重いよね。これ俺だけじゃないってこと？仕組まれてる感じもしますよね。嫌いですと。ナイス。BJ 入ってればさ、2スポットだから絶対負けることないんだよな。1.5 倍だから。ニューディーラーってどこ？ああこいつ、俺を巻き上げそうなやつじゃないのか？I love you. Hello.なんかすごい。I love you コールしといたよ。ここしか勝負にならんな。ロ。まあ、いいね。まあ。10。I love you. Thank you so much. 追いだけ作戦。でもね、Thank you so much って言ったからね、ちょっとなんかね、って感じ。ここから点出すのきついよな。はい、点分。ナイス。週変わって1回戦目って勝たしてくれる疑惑ない。下着つけてる？多分ブレルさんの通信の問題、こっちはスムーズ。カジノシークレットなんだよな。違うカジノってこれなんないんですよ。シークレットみんな重いって言ってるし。2連勝できるかどうかだし、ダブルダウンが決まるかどうかだよね、BJ って。ロー頼む。てか配るの遅いのイライラするんだけど、ロー。いや、クイーン。すごいな。ヒットしてやろうかなし。ああ、全部スタンド？いいなぁ。これ！そう。もうちょっとテキパック配ってくんないかな。ちょ、マジでこのテーブル変えるわ。もう20にしか見えない。ねえ、カジノシークレット重いんだよね、多分。リード性。この全部さ、16、トラブルメーカーいるぞ、ここに。ちゃんとヒットしろよ。おいおい、固まっちゃってるよ。ハロ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 クリック。今どこまで行ったの？ホワイトペアのみにやるとサイドベッドして時期もあるとかと。あ、全部負けた。何その顔、ふざけてんのかよ。どこ向いてんだよ。軽そうなテーブルないかな。特殊能力だったね。欲張りセット。ドヤ顔。でも今のドル円怖いよね。2200ドル、3000ドルだとするでしょ。40万超えの負けしてるんだよ。やばいな。でも昨日は5000ドルでしょ。70万勝ちか。
これで。ダメだったら終了。キャッシュバックとして7000ドルキャッシュアウトする。早すぎるのも嫌いで遅いのも嫌いと。ああ、2枚目呼べ。ない。ヒット、スタンド、ヒット。ちょっとみんなやすぎだよな。おいおいおい。リーダーでもめっちゃ美形リーダー。これに今入らないとダメだな。だから16ばっかりなんだよな。ナイス。まあ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 。2スポット買ったらプラスだしな。頼むぜ。うーわ。これはダメなやつでしょ。外国人教員とこんな雰囲気よなと。りょうさん、りょう19953フォロワーありがとうございます。ん？すげえ刻んだな。あ、週変わっちゃうのか。すごい、先に2目に来るもんな。いや、もう、ヒットするしかないんだって、全部。そっから15、16とかだったら終わる。それは？あ、20ならいいよ。攻めたんだから。これはやりすぎか。両方負け終了で。お願いしやす。そう、なんとなく可愛い。なんとなく可愛い。美形？美形。これでも送っとくか。あ、俺ここにいればよかった。おい、ふざけんな、スタンドかよ。I love you。おいおい、仕方！喜んでおります。いや、俺全然ビキじゃないです。話はサイドベッドもうちょっと熱くいきませんかと。いや、もうサイドベッドはこれいかない感じよ。本戦勝負で。テン、テンエース。これこっちよ。なんでこいつがブラックジャックなんだよ。綺麗系ですよね。この絵作んねえかな、俺に。
全然上振れしていかないもんな。ダブルダウンがとブラックジャックが起きないから上振れしていかないんだよ。連勝もないし。で、タバコも、そしてラスト2だから。まあ、本来ダブルダウンなんだよな。俺も。だよね。俺もダブルなんだよ、本来。ナイス。うん、エース出てきてるけど、10カードがでもね、意外となかった。ローカードがさ、てか10カードが多ければさ、ストラテジー的にさ、なんか、何、有効になるみたいなのあるじゃん。でも相手にも10いかねって思うんだよね。それダブルダウンの決めやすくはなるじゃん。ほれ、これ来たよ。だよね。2連勝させてくんないね。強制的に下に持ってかれたぞ。なかなかじゃん。BGO しゃない。ディーラーの BGO しゃないっすよ。あ。47のスペード。47スペード。5は飛ばないとまずいっすよ。11まずいっす。はい、やめましょう、皆さん。これやめときた。嫌な感じ。クレイジータイムちょっと見よう。クレイジータイム、ここから入ればいいのか。10カード増えると16セット以下のバーストしやすくなるからですかね、と。なんかね、10カード増えたからって俺ね、別にって思っちゃうんだよ。でさ、おまけにこっち側に座ってる人はトラブルメーカーいる時あるじゃん、たまに。うん、あれはやめようね。ラッシュ終わった感がすごいな。いつもやらないゲームちょっとやってみようかな。カジノシークレットビップ。これはね、ピンでできるのかな、もしかして。お。これは。ちょっとワンゲームだけいい？あ、ちょっともうやめたい。ちょっと やっぱやめたい。なんかこれ強そう。早速強いではないか。面積埋め尽くしてサイドベッドを作るのが気持ちいいですよ。昔ね、レオでやったんだよな、それ。ここ全部ね、2万5000ずつ貼って、サイドベッドにね、2500ずつ貼りまくってやったんですよ。反応が遅いわ、ちょっとやめるわ。ライブちょっとこれイライラするやつ。トレーダーさんマイナスね、2000ドルぐらいだったんだよね、着地は。あれで。まあまあ、プッシュか、実質。次、今、10出てきたでしょ。これ見たいな。ちょっと見えないんだが、もう何かやってもエラーだな、これ。なんか、まあ、昨日と合わせたプラスでございますね。ダメだ、今日なんかカジノシークレットでライブって感じじゃないわ。最後なんかテンション上がることをちょっとやろう。魚釣り、皆さん興味あるって言ったから、あれ行こうか。BTG の社長さんに紹介されたやつをちょっと回して、やめっかな。
チェリーポップないんじゃない？あるのかな？リスピン欲しい。来い。竹もないんだよな。リスピン。くっそー。これどんだけリスピン取れるかなんだよな。4押し32。No, it's good.ペン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 ビトリが来たらマジ最強なんだよこれ。パッポーって。よし。魚。赤赤赤赤赤。ちげ。うん。どんだけ船が来るかなんよね。ビトリガーがクソ強いんだよこれ。ノー、来い。あ、やばい。Not good。ちなみに目の字が小さいほど魚のサイズが大きくなります。へえ。それは初耳。BTG の社長教えてくれなかったそれは。おい。やっと一？それは無理。これダブルで来た時とかマジ熱いよね。ああ、船も台風、そっち。ワンモア。カジノグランズの動画でこれもなんかクソ出てるのあったよな。船3隻ぐらい上にいなかったっけな。トリプル、やっぱそうだよね。3個あるよね。船ポポ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 来い。消せ。じゃあ1。惜しい。これリトリが来るともう灼熱なんだかな。9。あ、ラスト消せ。クイーンあるね。プロフィット。9、10、11で合計800倍になったのかなと。なんか上に3、やっぱ3席それ熱いよね。800倍とか、これ何倍まであるんだ？
キムさんたちこれ500ドルバイとかしてたからな。だからそんな荒くないんだよな。2連続プロフィット。頼む。もう一席、パッパーみたいな。おっと。緑。ポッポ。あ。まあ、消すのに意味があるか。後半勝負だね、これは。これ流れいいやつ？ポッポーよ。9。甘い。ポッポーよ。はい。9。うん。リートリガー！リートリガー来たら熱い！でってん、でってん。カーンって！ポッポ。青いるね。おお。ここいっぱいいるね。もう一歩もわもわ。ポッポ。うん。プロフィット。やめとききた。倍率もいい感じですがと。これポッポー次第よ。わ、こういう時いないんだよね、ポッポーは。あら。うーざーい、あんな魚がドンパチやってたのに。10。どう？いや、少ないんだね。あららら。ほっぽ。ラスト。ねえ、9欲しいよね。ノートグッド！もう一回やりてえわ。ちょっとこれ面白いわ、マジで。これハマる。永遠に回せる。これやばいね。ポッポーない。リトリが見て。最初ぶっちゃけこれどうでもよくない？おまけー。あ、そこしか消えん？あー、ビリーもそうだもんな。ね。すごいよね。お魚さんいないと。緑欲しいっすね、左に。緑か10。うん。こっから勝負よね。連鎖が欲しいっす。いやいや、それやってない。それもやってない。それもやってない。おい、10ドル。いきなりこれだもんな。はい、一気に戻ってくるもんな、これ。何この忖度。お、ここ欲しいっす。あー、弱いっす。これ無理。プロフィット。もう、なんでもプロフィットだろ、これ。どんだけ甘いんだよ。
てるてるてる。でも跳ねないね。早くにマルチ上げてこの状況だったらクソでかいっすね。だからリトリ出して。ほっぽー、待ち。あ。おっと、リトリがチャンス。頼む、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 頼む。一回ぐらい見させろ。これボラリティ低いよね。うん、それ思う。遊んでられる。その代わりドーンって跳ねるのはいつですかみたいな問題だけど。すごい消えるやん。何 ?3? こっからが勝負だぞ。頼む。緑いっぱい。バシャ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 。あ、なぜ？バシャ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 。なぜ？ Why？ お、ん？おお、ここが出てくるのね。はいはいはい、あざす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 。プロフィット。簡単かよ。チームオグシャパターンは追加が7倍以上で起きて、合計は100倍が私に。3100倍すげえ。元取れんじゃん。タバコがちょうど切れちゃった。ポッポー。あ、そういうのに始まるのね。やめてやめてやめて。あー、やめて。バシャ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 。緑。うわぁ、もったいね。ラストいねえのか。もったいね、いない。出てこい！カモン！出てこいよ。こんだけ魚いるんだぞ、お前。遅い量をするのがさ。マジ。これ永遠に増えてくんじゃない？今、カエルみたいに好きで、暇あれば最低ベッドでリアルまで回してましたと。逃げ場所が上がりました。ほぼプラスでしたと。やっぱこれマジでそんな甘いんだ。うるる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 、弱い時にこんなことしちゃう？緑。ねえ、ほんと漁師ってこんななのかみんな。タバコも尽きたし、頃合いでやめようか。ほい。マルチ、今のところすごい悪いとはなんないね。頼む。くもい。ポッポー。漁船ダメ。おー！マジかー。でかい、80。こういうでけえ時いないんだか、ポッポーが。
ポッポー。はい。ほぼプロフィットだもんな、これ。どんだけ甘いの？いつか跳ねるんじゃない？こういう時いねえもん。あ、でも1個。うわ。こんぐらいだったら全然遊べるよね。いつ終わりにしようかってなっちゃうよ、これ。確かにやめとき難しくないこれ本当に。ポッポーって。全然港に帰ってこない漁師。これいない取れないもんねこういうの。取らない取る気ないもんこいつ。はい。バシャ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 バ。おお。すごい無理やり感半端ないわこれ。ジャックいっぱいあるよ。バシャ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 って。あ、少ない。見た目がすごく派手。こういうワイルドもったいない。いいよ、キュウいる。おお、プロフィット楽勝かよ。これやばいぞ。うん、10倍とかだったらやばいね。おおお、リトリガーが熱くない？ここで来いよ。細かいぞ細かいぞ細かいぞ。なぜマジ、あって平らに来た時はマジ気持ちいい。プロフィットしたら終わり感がすごいね。もうなんかプロフィットしたら終わりだわこれ。これかけば逃げるじゃん、負けるんですよ。間違いない、そりゃそう。下振れしたらやめるわ。何連続プロフィットみたいな。ポッポーが来ないな。この辺はすぐ来てくれっていうフェーズだもんね。これの下振れはすごいっすよ。え、どんなの？消えねえ。そろそろ消さないとやばいんじゃないですか？やばいんじゃないですか？下振れたらやめようと思ったらいきなり来たわ。まあ、やめようか。なので、キャッシュバックを足して、7000、3000ドル負けぐらいだな。まあ、しゃあないよね。下振れたよ。キャッシュバックを足していくらだ。6546。
ック1万。今日は足こたま遊んでて3123。マイナス。だいぶでかいぞ。3100ね。まあ、昨日の勝ってるからまだ、って感じだけど。まあ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 。次また頑張ろう。これでボーナスハントラッシュはね、ちょっと、終わりかな、一旦。なので、ちょっと、久しぶりにボーナスバイやりたいし、いろいろやりたいから、違う配信、ね、いつも通りの配信、ボーナスバイとかバンバンやってく。いや、長時間配信お疲れ様でした。と、いきなり下振れ来ましたね。お友さんみんなやばい。まさんお疲れ様でございました。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。シェイシーさんお疲れ様です。ジョジョさんお疲れ様です。ミツさんお疲れ様です。サンドラさんお疲れ様です。カワさんお疲れ様です。ペルトノさんお疲れ様です。ヌコさんお疲れ様です。リョウさんお疲れ様です。サカナさんお疲れ様です。レモンソースさんお疲れ様でした。ゆっくり休みます。ELC さんありがとうございました。ユウさんお疲れ様でした。オタマさんお疲れ様でした。ヨッチャンさんお疲れ様でございました。もう口も回らないよ。もう、それでは皆さん、今日土曜日、日曜日になったのか。良い週末をお過ごしください。明日体力あったら普通の配信、チョイします。それでは、おやすみなさいっす。失礼します。